皆さんこんにちは。まずはこちらの画面をご覧になってみてください。いきます。今ネットがつながってます。で、ここをします。そうしますと、はい、こんな感じで、はい。これ、今、お気づきの方もいらっしゃったかと思うんですけれども、実は、今までの AI ボックスでは、カーリンキットを除き、このように、Apple CarPlay と、こちら、Android、使い分けて使用しておりました。使い分けて使用しているというのはどういうことかと言いますと、もう一度繰り返しになるんですが、例えば Amazon で Amazon Music を聴いているときに、ネットを見たくなっちゃったっていうときがあると思うんですけれども、そういったときにどうするかというと、一度 Bluetooth を切って Wi-Fi を接続する必要というのがありました。それが今回全くなくなったということになります。このように普通にネットをつなげることができてしまう。もう一度繰り返しになりますけれども、この状態から Amazon Music を聞いたりとか、あとは、やっぱこうマップを使いたいっていう方が多いと思うんですけれど、こういったマップも使うことができる。で、また、戻したいねっていうときは、このように戻して、動画再生を、で、また今 YouTube から戻ったんです。もうちょっとやってみたいと思うんですけれども、まあ、このように今、マップを見てると。で、動画をちょっと見てみたいねっていう時があると思います。そういった場合に、で、このように動画が見れてしまうと。動画を見てる最中に、また、さらに見ていただくと、このように、なんと、Apple CarPlay を見つつ、YouTube がこのように表示されちゃうという、もう今までなかったような、で、ここを押すと、はい、またこのように YouTube に戻るという、今までなかった機能が、今回、こちらの AI ボックスでは、備わったということになります。まあ、これによって、まあ、今までの AI ボックス何だったのかっていう話になるんですけれども、Android を使っていたり、CarPlay を使っていたりということをしていたわけなんですけれども、まあ、これによって、CarPlay も Android もスマートに使えてしまうという非常に画期的な AI ボックスが登場いたしました。前置きが長くなってしまったんですけれども、こちらになります。これが今回の AI ボックスのご紹介になりまして、AI ボックスという、こちらは Android 13を搭載した最新の Android OS を搭載した Play AI ボックス。こちらのご紹介を今回はいたします。今回、この Android 13が新しく搭載されるようになりました Play AI ボックス。まあ、こういったパッケージになっていて、Android 13が搭載されたということが一番のハイライトになるわけなんですけれども、それによって何ができるようになったのかということを主に3つご紹介をしていきたいと思います。その中の1つ目が冒頭でご紹介しました Apple CarPlay と Android OS が使えるようになったということになります。で、もう一度今度は起動が気になると思うので起動していきたいと思います。で、こちら、パワーボタンを押していきます。
このノアボクシーのディスプレイオーディオは何度も言うんですけれども、この画面が黒くなっているので結構指紋が気になりますね。はい、それはさておきまして、まあ、起動の状態を見ていただきたいんですけれども、はい、こういう感じでもう非常に新しいものになったということで、もう起動速度も非常に速いです。もうすぐにこう切り替わるという状態で、今 Bluetooth がつながるようになりました。で、その後に、こちらです。Z リンクという、これ、カープレイにつなげるためのアプリになってるんですけれども、これが立ち上がるようになります。で、今これ、携帯で動画撮影してるんですけれども、まあ、それでもこのように、カープレイに普通につながってくれるようになります。で、これでもう完了になります。で、音声信号入っちゃうと、切れちゃうんですけれども、音声信号が入らなければ収録している状態でもカープレイは使えます。で、ここ。これが非常に使いやすい、このプレイ AI ボックスの機能の一つでもあるんですけれども、ここを押して、そうすると、Android 13に飛ぶことができます。で、また、カープレイ取りたい、使いたいというときは、ここに Z リンクの、もう一回戻ります。Z リンクの、ここはアイコンがありますんで、ここを押すとすぐに飛ぶことができる。すごい使いやすいということですね。まあ、これも、この機能も、この Play AI Box の非常にいい機能かなと思っているんですが、ハイライトというのは、とにかく、この Android 13になったことによって、この Android が使えて、かつ、カープレイにすぐ飛ぶことができるということです。これがとにかく今まで不満に思ってた方も多いと思うんですけれども、もうそうじゃなくなって、もうすぐに使えてしまうという非常に画期的な機能が搭載されたというのが、まず一つ、このプレイ AI ボックスの大きな特徴になります。それから二つ目なんですけれども、じゃあまず YouTube をちょっと見てみたいと思います。で、この機能のいいところの、もう一ついいところというのはこういう感じで、まあ U2 プラスとかでもあったんですが、このように一括でアプリを見ることができるということなんですけど、まあ、ここを押して、まあ著作権の問題上私の動画を再生させていただくんですけれども、例えば、こちら。まあ、これでもいいですね。これは PCS35 なんですけども、まあ、このように、今、動画を流している段階でいますと。で、何が新しくなったのかと言いますと、ここを出していただいて、で、ここを押します。そうすると、どうなったかと言いますと、私の動画の中では、個別再生という言い方をしているんですけれども、まあ、デュアル再生という言い方もするようなんですが、まあ、その機能がついていると、まあ、いうことが、まず二つ目になります。今これ流れている時にここが表示されるんですけれども、ここを押すことによってデュアル再生がされると。まあ、それは今までの既存のオッドキャスト、PLC40 であるとか PCS35 にもついていたんですけれども、実はここが新しくなったということだけではなくて、デュアル再生をしている状態であっても今リアの画面で操作ができるということになります。そこをご紹介していきたいと思います。で、ここを長押しします。はい、見ていただいてお分かりいただけるかと思うんですけれども、このようにアイコンが出るようになると。例えば戻りたいといった場合なんですけど、まあ、このように戻ることもできます。で、また別の、これさっきのやつですね。で、また別のを見たいと
いうことなのであれば、この感じで再生したりするということが可能になります。これはもう今までの PCS35 とか PLC40 にはついてなくて、個別再生というのはできるようにはなってるんですけれども、後ろで操作するっていうのができませんでした。今前はこういった状況になってるんですけれども、後ろはこういった状況になっていて、かつ、選曲までできてしまうということで、画期的に便利になったと。鉱石でも操作ができる。まあもちろんこのエアマウスというのが必要になるんですけれども、まあエアマウスがあることによって、まあ鉱石の操作性も上がるようになったというのが、二つ目の大きな特徴になります。はい。それでは三つ目になるんですけれども、三つ目はこちらになります。動画で音楽、私も YouTube ミュージックを聴いたりするんですけれども、音楽を聴きながら、例えばこう画面を見たいといった場合でも、動画が切れずに見ることができると、まあ、いうことになります。で、さらに、もう一ついい使い方っていうのがあって、ここです。はい、このように、純正ナビを触りながら、YouTube ミュージック、もしくは YouTube の動画、この音声を流し続けることができるというのが、三つ目の大きな特徴になります。今までのオッドキャストに関しては、まあ、それができなかったわけなんですけれども、これに関しては、それができるようになっていると、まあ、いうことになっておりまして、それはなぜできるのかということを、まあ、この動画を見ていらっしゃる方にお伝えしたいと思うんですけれども、このプレイ AI ボックスには、ちょっとこう見慣れない、おそらく日本とかでは見慣れないアプリだと思うんですけれども、実はこれを使うことによって、これ YouTube、これが YouTube ミュージックなんですけれども、こういう感じで、他の画面を一旦画面自体を一旦閉じちゃってる状態であっても、音声を流したりすることができます。また、ちょっと動画上ではお話はできないんですけれども、まあ実際に使っていただければお分かりいただけると思うんですが、他にも、皆様にとって有効的な機能が搭載されております。なので非常にこれ、重宝するアプリになってるんですけれども、まあこういったものが、このプレイ AI ボックスには入っておりますので、まあそれを使うことによって、画期的な使いやすさというものが実現していると。で、今この状態なんですけれども、はい。こういう感じで、後ろには、ちゃんとこう映っていると、まあいうことになりますので、後ろで視聴している人たちにとっては、まあ退屈させない、AI ボックスということで、何かこう切り替えをしたいとか、純正ナビを見たいとか、まあそういった動作をするときっていうのは、まあ後ろ、まあ動画を見たりとか音楽を聴いたりとかしている人も一旦中断せざるを得ないような状況だったわけなんですけれども、これに関してはデュアル再生機能、まあ個別再生機能というものがついていて、前の表示を切り替えたとしても後ろはこのような状態で保たれるとまあいうこともありますので、後ろの人にとっては退屈をさせない AI ボックスになっているということで、これが三つ目の大きな特徴と、まあ、いうことで、今まで皆様もこういった機能がついてたらいいなって思われてる方もいらっしゃったかと思うんですけれども、で、かつこのように今、アイコンを出したんですけれども、こういう感じで操作するということも可能であると。このような形で操作をするということも可能ということで、
飛躍的に、Android 13になったことによって、飛躍的に AI ボックスの機能が、まあ、向上したと言ってもいいんではないかなと思います。はい、ってことで、3つの特徴をご紹介しました。で、最後に、もう一つだけ特徴を述べさせていただくと、こちらが今回のプレイ2 AI ボックスになるんですが、これは PLC40 と非常に似たようなデザインになっております。ただ PLC AI ボックスと少し違うところというのは、よりこうクリアなデザインになって、照明の輝度が非常に明るくなっています。なので、光物が好きな人、私なんかも結構こっちの方が明るくていいなって思ったりしている派なんですけれども、光物が好きで夜のダッシュボード周りのムードが非常に良くなるといった、まあそういったメリット、まあ好き嫌いはもちろんあるとは思うんですけれども、まあこのデザインなんかも受け入れられるようなデザインになっているんではないかなと思いました。はい。ってことで今回はこちら、Android 13搭載のプレイ AI ボックス、こちらのご紹介ということで、Android 13になったことによっての新しい新機能についてを主にご紹介をさせていただきました。こちらの AI ボックスの詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はそちらの方をご覧になってみてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。